こんにちは、カバゴロウです。今回はこちらなんですけれども、フィンペシアを半年服用して血液検査をその後してみたので、その結果と近況報告といった内容の育毛活動の内容の動画をお送りさせていただきます。こちらがフィンペシアというフィナステリドを主成分とした男性の抜け毛症における抜け毛を予防してくれる効果を持つと言われている薬で、私はこちらを2023年の5月の終わりぐらいから服用し始めまして、採血したのが11月の21日となるので、5月の終わりから服用し始めて11月の下旬に血液検査してますので、約半年使用したその血液の結果ということで、そちらをですね報告してみようかなということになります。このフィンペシアという薬はですね、副作用みたいなことで肝臓の数値が悪くなったりですとか、また男性機能障害なんかが出るみたいなことが言われたりしてますってことで、今回自分としても血液検査をする機会があったので、それを改めて確認してみようっていう感じになりますと。ちょっと前置きが長くなりましたが、結論を言いますとですね、肝臓の数値っていうのは GOT/AST と GPT/ALT という数字になるんですけど、こちらが私はこの GOT/AST っていうのが基準値10から40の間が基準値内っていうので21でした。はい、正常値内ってことになります。で、続いて GPT/ALT っていうのが基準値5から45の間の中の25ということで、こちらも基準値内ということになりました。ということで、一応ですね、フィンペシア半年服用して、特に問題ないということで認識しています。はい。血液を採取していただいた先生にも、フィンペシアを服用している旨は一応伝えてあって、特にそのことも問題ないかなということにはなってます。ただねなんですよ。先生がおっしゃってたのは、これちなみに何の病院かっていうと、体質を見てもらってる病院なんで、別に毛のことをメインに相談している病院ではないので、そこはちょっとここから少し話がそれるんですけど、この今2つ申し上げた基準値内の数値っていうのがあるんですけど、本当は GOT とこの GPT っていうこの数値、私21と25だったんですけど、この代償関係っていうのが、本当は GOT の方が高くなってあるべきで、 GPT の方が低くあるべきなんですって。でも私はこの数字が逆で、 GPT が25で GOT が21って言って、 GPT の方が高いってことで、これはなんか脂肪肝の兆候があるねって言われたんですよ。はい、先生がおっしゃるにはですね。ということで、ちょっと話がずれて申し訳ないんですけど、私実際今体脂肪率も20代23とかあって、で実際170センチという身長から体重が今70キロ前後ってことで、ちょっと標準体重からもちょっとオーバーしているということで、単純にちょっと太ってきているかなっていうことが挙げられます。ちょっと話それ続けるんですけど、今後ですね、私ちょっとパーソナルジムに通って少し筋肉をつけるっていうことを意図的にやってみようと思いまして、それがどうこちらに影響してくるかっていうのを今後見てみようかなと思います。そしたらそのフィンペシアの影響じゃないっていうことも、さらに分かっていいんじゃないかなっていうような、狙いもあったりします。はい。そんなわけで、半年間フィンペシアを使用してみた結果としては、今のところ大きくは問題ないだろうっていうことになってます。なので私はこちらのフィンペシアなんですけど、もうしばらく毎日1錠ですね、服用し続けるという習慣を変えずに、続けていこうと思いますね。はい。もうこちらのフィンペシアもですね、こんな感じですね。はい。半年使ったんで、もう2箱使い切って、今3箱目になりますね。はい。ということになります。で、そんなわけで、今日こうしてマスクとサングラスという出立ちでやらさせていただいてるんですけど、最後にちょっとこんな感じで経過報告をやって終わりにしたいと思います。どうですかね。皆様にはどんな風に映ってるでしょうか。はい。後ろはこんな感じですかね。どうでしょうか。ちゃんと見えているでしょうか。
はい、はい、こんな感じで、まあ、簡単にですけども今の髪の状態の経過報告ですね。今これはミノキシゼルを主成分としたいわゆる発毛剤というんでしょうかね、これを今前の日の夜寝る前にシュッとこうスプレーした状態のまま今の髪なんで、ちょっとこうもしかしたら髪が少し白っぽく映っているかもしれなくて、でちょっとこう髪が全体的にこう固めでですね、ある意味こうボリューミーになっているのもですね、育毛剤のベタベタによってある意味その整髪量的な効果があって、ちょっとこうボリューム感が少し出ているかもしれないですね。はい、なので普段もうちょっとナチュラルに例えばシャンプーした後とかもう少しペシャッとしてるかなと個人的には思っています。でピンペシアが使い始めて6ヶ月で、このフォリックス FR15 は2022年の8月からやってるんで、まあ、1年半近くなるかなっていう感じになります。で私の感想としては、ミノキシジルによるフォリックスによるこの生え際の回復っていうのはまあわずかなもんかなと、はい、感じで、このまま続けても正直生え際が回復してふさふさの前髪になる、おでこが全部隠れるような前髪にできる日っていうのは、まあ、おそらくやってこないだろうなっていうふうに思っています。しかしやめたらさらにもっとひどいことになるんじゃないかなっていう心配があって、やめたくてもやめられないみたいなところがあるかなという感じです。で次にこちらのフィンペシアなんですけれども、3箱目に入りまして、この前の部分以外の効果っていうのはそれなりに感じられてるかなっていうふうに思っています。動画で自分の姿っていうのを撮ったりするんですけれども、そうやって自分のこう後頭部なんか見てもなんかこう頭がねこうちょっと寂しくなってきちゃってるなっていう感じの人にはなんかもうあんま見えなくなってきてるんじゃないかなっていうふうな、自分でも結構実感はあるかなという気はしてます。はい、それは非常に嬉しいことですね。はい、なのでまあ欲を言えばこの前ですよね、生え際にももっと強い効果を発揮してくれたらいいのになというふうに思っているっていう感じですね。そんな感じになります。ただ今後のね治療方針というか継続して変わらずに発毛剤としてのフォリックス FR15 ミノキシジルを主成分としたやつを、まあ、おでことかこの辺ちょっとやっていくのと、あとは1日1錠抜け毛止めの方のこのフィンペシアを服用し続けるというこのサイクルというかやってること自体はね、まあ、今後も今のところ変えずに、まあ、このを継続していくかなということを考えているといった感じです。というわけで今回の動画は以上になります。よかったら何かの参考にしてみてください。今回はそのフィンペシアを服用し始めて半年ってことで、半年後に血液検査をしてみた結果という内容とフィンペシア半年ごとミノキシジル1年半後みたいなことで、まあ、現在の髪の毛の状態の近況報告といった内容でお送りさせていただきました。よかったら何かの参考にしてみてください。今回の動画は以上になります。